ははいそれではですね今回の動画ではショートカットキーを使って一度確定してしまったアルファベットの大文字であったりだとか小文字を再変換する方法というのを、ね、やってみたいという,ふうに思います。 でまあ、どういったことかと言いますとじゃあ例えば、まあ、ワードと入力して、まあ、小文字で入力をしましたとでこれをまた入力した後から大文字にしたいとか、まあ、あとアルファベットの場合ですと頭文字だけ大文字にしてあとは小文字にするとい、えー、ったこともあると思いますので、まあ、そのやり方もです、ねまあ、ショートカットキーを使うと簡単にできますので、ねまあ、早速やってみたいというふうに思います。 それでは、ね、今、このワードと小文字で入力したここの文字を選択をしてでここでですねキーボードのシフトキーを押しながらファンクションキーの3番ですね F3 キーを押します、はい、で1回押すと、えー、頭文字の W だけが大文字になりましたとで続けて同じく、FA、シフトキープラス F3 を押すと今度は大文字になりますと、はい、なので、まあ、シフトキーを押しながらこの F3 を押すと、まあ、小文字 えー、頭文字だけが大文字です。全体が大文字というのが、これが切り替わりますよということですね。はい。まあ、こういった形で、えー、一度確定してしまったアルファベットのですね、大文字小文字、A、を変換したい場合は、Shift キープラス F3 というのをね使ってもらえると便利なんじゃないかなというふうに思います。それではね今回の動画は以上になります。ありがとうございました。